超自宅警備少女千のりは、小畑急いよいよ、著、ょ、かのライトノベル作品。ソフトバンククリエイティブが文庫館。滝口ゆずるは、両親の離婚で父親と共に星光会へ引っ越し、転校初日を迎える。そこで担任からゆずるの林家に住む、同級生で不登校の梅吉のりにプリントを持っていく、よう求められた。 近所のコンビニへ買い出しに行く以外はほとんど、外出しない申請の引きこもりである千鳥は、だらしない格好で、梅木家を訪れたゆずるを出迎え、ゆずるが隣へ引っ越して、当日に一目ぼれしたと言いながら、ベタベタと甘えてくるがそんな千鳥の,の態度にゆずるは、遠惑するばかりであった。千鳥にプリントを渡したゆずるはトイレへ行こうとするが、ドアを開けると広大な空間が広がり、地底へ転落してしまう。 そこで巨大なオケラ状のメカに襲われ、危機一発のところをメガネを外して、ボディスーツに身を固めた血のりに助けられる。血のり曰く、この地底空間には、ドデカヘドロンと呼ばれる正十二面体の高エネルギー結晶があり、梅木家は地底人による略奪からドデカヘドロンを守る目的で、この場所に建てられているのだという。しかし、ドデカヘドロンの高エネルギーが近くの空間を、 歪曲させるために、梅木家は、本来の間取りがたびたび入れ替わり、地のりの父は一年前から、空間の狭間まで、行方不明になっているのだという。結局、地底人は、予算が底をついたために、ドデカヘドロン略奪を諦めるが、ゆずるの提案でドデカヘドロンの研究を地のりと、地底人が共同で行うことになる。しかし、 もう一つのドデカヘドロンを持つ勢力が、この急戦協定を察知し、実力行使で、梅木家の制圧に乗り出そうとしていた。超自宅警備省女子乗り2008年11月30日初版 ISBN9 兆7847億9735万1774超自宅警備省女子乗りにエクストリーム。 エグザミネーション2009年3月31日初版 ISBN 9兆7847億9735万4157ありがとうございます。